さあ、フィリピンの司法キーパーダメだ。フィリピン代表でも今日のゲーム2に関してはここまではね、そう大きなミスというのはないのかなと思いますので、非常に集中していると思います。ファールは滋賀の方はこう対応ができてないですよね、今。あー、ダメだ。ダメだ、逆サイド。渋田のショットはどうだ。渋田決め、日本から入りましたけれども、今はマッツですね。もしかしたらこうチェンジングといって、シュートが、自分たちのシュートが入ったかどうか。プレータイムがね、新潟の選手長いので、スローだというふうに思いましたけれども、ところはね、今こう試合ごとにね、いろいろ新潟ヘッドコーチも試してますけど、走られたくないですね。滋賀待ってましたとばかり、オビーソコ素晴らしいパス、ね、もうリバウンドからですね、最初のパスをパスアウトというんですけど、なりました。そして年内最後のホームゲームを勝利で飾った。最初の得点はパラスでした。こう味方のスクリーンの使い方がね、良かったですよね、完全に今外しましたからね。パラス、おー、すごい、カウント。いきなりトップスピードですね、ここからステップで。だからスタメン起用もどうかなというところだったんですが、against Curry. The drive by Green and a great assist by Curry as that one goes in. Uncovered at the rim, finding cracks in the defense here early on. Just really smart basketball and exploiting whatever holes that he's seeing right now in the defensive squad. And with it, 6 points for him. Launches a three. It's a tie game here in Houston. And the second quarter about to get started. We'll be back in just a moment.